はいどうも、キンジです。今回はキザナシミュレーターをやっていきたいと思います。みんなキザナちゃん知ってる？知らないでしょう。ちなみに俺も知らん。ってことで今回はキザナちゃんの毛穴の数まで調べてきました。みんなで一緒にキザナちゃんのことについて勉強していきましょうか。名前はスノブキザナ。キザナちゃんはおさなちゃん、あまいちゃんときて3番目のライバルとなります。ちなみに4番目のライバルはわかりますか？オカルトちゃんでしょうが。てか実況する順番めちゃくちゃバラバラだったよね。9番目のライバルの花子、4番目のライバルのオカルト、2番目のライバルの甘い、9423っていう順番で実況しちゃったけど、ま、いっか。キザナは演劇部の部長をしていて、目標は学校一の人気者になること、ゆくゆくは市場で最も有名な女優になることである。最下位になるのが嫌いなため、ライバルたちの中で2番目にテストの点数が高い。ライバルたちの中で2番目って微妙だな。まあ一番は生徒会長の最高女神ちゃんだろうな。ちなみにキザナは最高女神ちゃんを妬んでいて、学校で一番の人気である女神ちゃんを蹴落とそうとしている。骨折のため初めの2週間は学校休んでいるが、治療後学校に戻るや否や先輩に狙いは定める。ロックオン。てか休んでた理由骨折だったんだな。キザナは先輩が演劇部に入れば骨折した出来事を忘れさせてくれると信じている。もし先輩とキザナが交際したら先輩を俳優にするつもりである。いや無理でしょ。性格は悪いが、その美しさと観客を魅了する力は先輩を落とすのには十分なほど持っている。彼女は彼のジュリエットなのかもしれない。性格は悪いが、キザナの両親は共に俳優である。ちなみに関係は複雑らしい。キザナは卑劣で高慢で傲慢でうぬぼれと呼ばれていて、めちゃくちゃ言われとるやん。1980モードのヒメデレちゃんみたいな自分より人気のある人が嫌い。キザナがロミオとジュリエットを演じると言っていることから、キザナがライバルの衆は演劇部はロミオとジュリエットを上映すると思われる。その時に排除する新しい方法はきっと、俺だけど、っていう感じですかね。はい、キザナちゃんのこと知ってもらえたでしょうか。はい、じゃあ早速キザナシミュレーターやっていきましょう。はい、それじゃあ部屋から見ていきましょう。全体的に赤いね。ドアも真っ赤だよ。はい、まずはいつも恒例のパンツチェックからいきましょう。何も変わってませんね。はい、あれ、これどっかで見たことあんな。見覚えあるよね。アノニマスかな。他には変わったところといえばベッドぐらいか。バラのベッド。あとは同じだね。よし、じゃあ行きましょうか。はい、これは演劇が終わった後のみんなの感想ですかね。先輩、すごく可愛い。デートでも誘ってみようかな。先輩、涼しげな顔してそんなこと思ってんのか。めっちゃ頑張ってたよね、リュウト。僕にとって今でも最高に可愛いよ、ピッピ。このバカップルは何とかしてくれ。神様、どうして私はここにいるの？こっちが聞きたいわ。っていう感じでキザナちゃんたちの演劇が終わったところから始まります。見たらさっさと出てけ。見て、ここにバラのシャベルがある。こんなの拾ったら殴るしかねえよな。お前もバラくわえやがって。やばい、死体がピチピチ動いてる。お前もじゃあ、お前もじゃあ、このバラという名のスコップでぶたたいてやる。オッケー、駆除完了。あ、そうそう、これ見て。血なんだけどさ、今回の血はバラの模様になってますね。すごくね、これ。オカルトシミュレーターの時は魔法陣だったよね。こういうのも一つ一つ楽しめるからいいね。そういえばこういう昔の死体ってさ、こういう壁とかで、これ、すげえ、あ、抜けた。こいつの足も、おら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 、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい、暴れてる、あ、抜けた。すごいね、ゴム人間みたいになってたよ。他にもマイクスタンドがあるね。これ持ったらやるしかないでしょう。ひよってるやついる。てか普通にマイクスタンドのこの底の丸いとこで殴られたらクソ痛いだろうね。あー、逃げられた。逃がさん。おやんちゃんだ、おはよう。お前は逃がさん。見て、左下のやんちゃんがスキンヘッド。ハゲとる。綺麗だったわ。心配しないで、誰にも言わないから。
この時のやんちゃんすげえかっこいいんだけどさ、すぐ逃げんだよな。まあ今回は見逃してやるかって思ったか。見てやんちゃんの顔目が半開きだけど、たまにこんな感じで寝てる人いない？俺のこと見て、キザナちゃんのしゃがみ方の癖が強い。これ先輩に見せに行こうかな。きっと気に入ってくれるはず、先輩なら。先輩見て、癖が強いしゃがみ、可愛いでしょ。一体何があったの？近寄らないで。先輩めちゃくちゃ嫌がってんじゃん。いや、待って。そんな拒絶するほど気持ち悪かったか、あのしゃがみ方が。いや普通にキモかったわよし、今からちょっと探索してみようか、このキザナシミュレーターを。まあ中庭はこんな感じだね。木は何でできてるかな。バラっぽいね。バラか。甘えちゃんの時はお菓子だったし、なんか毎回変わるんだね。この中庭の赤い絨毯がレッドカーペットみたい。ちなみにキザナちゃんの小気道を回復させる笑い方はこんな感じ。私のロミオになりませんか？え、俺でいいの？今回もキザナちゃんの自販機がありますね。毎回ここに描かれてる絵が可愛いよな。まあ味はファンタグレープだろうな、色からして。はい、じゃあ次は屋上を見てみましょう。床もバラ模様かよ。やっぱキザナちゃんイコールバラなんだね。またオカルトちゃんいるしオカルトちゃんのこれって入れ墨じゃないよね？違うか。はい、じゃあ次は毎回恒例の更衣室で着替えてみましょう。キザナちゃんの今回の服はどんな感じなんだろうな。毎回さ、これすごいよね。凝ってるからすごい。まあまずヌード、はい、アウト毎回モザイク、申し訳ねえ。はい、じゃあ次の服はこんな感じ。見て、この服って演劇のやつかな。なんだろう、パッと見なんかちょっとレディースっていうかスケバンみたいな感じだねはい、はい、じゃあ次の服を見てみましょう。おお、なんかセクシーだね。よく考えればこういう衣装。この模様もバラなのかな。最後にお風呂場の絵はこんな感じですかね。あ、ちなみにこれココナちゃん入ってますはい、以上キザナシミュレーターでした。てかここ歩ってる姿かっこよくねえか、キザナちゃん。決まってるよ、レッドカーペットみたいで。まあこんな感じでどんどんヤンデレシミュレーターを実況していくんで、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。逃がさない。